はい、というわけで、はい、今どこですか？今日は、はい、何しに？ドライブしに。そして何しに行くの？浜焼き食べに行くぞ。はい、というわけで今回はつーちゃんにね、ちょっと運転してもらって小田原のね、浜焼きを食べに行きたいと思います。で、ちょうど今海老名サービスエリアに着いたので、ちょっと見てこようと思います。よっしゃ。いや、海老名って俺初めて来るかもしれない、もしかしたら。ほんと、なんか結構いろいろテレビ出るよね。ね、楽しみ。行きましょう。終了。はい、というわけでメロンパン買ってきました海老名といえばでしょ。そうなの。そうそうそう、食べたかった食べたかった。しかもなんかね、可愛らしいのがあったんだよね。そうなの。じゃん、可愛い。何のキャラこれは、ね、なんだっけ、みちまるくんって書いてあったよ。知らんそう、これをね、食べたいと思います。知らない、ね、食べてみて。うん、行こう行こう。よろしくお願いします。お願いします。レッツラゴー、江戸晴美。うんうん、あ、おいしい。うん、おいしい。おいしい、おいしいね。うん、あ、うまで、今回は、旅行が行けなくなっちゃって、お泊まり旅行行けないので、日帰り旅行かな。というわけで今回はね、30分くらいで着くと思う。14時16分着。楽しみ。いい天気やん。いい天気なの？結構暑いよ、雲が。彼女目線の運転手の横顔。はい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 。あ、俺が撮れと。そんなある？あ、いいね。かっこよく見えるよね。いいねいいね。かっこよく見えてくれるんやったらいいけど。今日は彼氏の運転でドライブデート。運転する彼氏の横顔。なんか後ろに変な人がいますけど。見えるわ。そうだ。バレた。ひょうにょ。しょうちゃんが静かになったんだけど。ね、急に。怖い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 。目開けたまま寝てる。ひょうにょ。海だすごいね、やっぱね、やっぱテンション上がるよね。上がる上がる。本当に本当に本当に。はい、というわけで着きました。イエーイ。美味しいもの食いて。すごくない？いる？すごくない？いる、うん、じゃん、食べる。ウィンナーもあるよ、ウィンナー。うん、いろいろ取ってってよ。ああ、すごい。よし、イカも取ろう。はい、おいしい。しょっぱなカレーを持ってくる男。おいしい。わ、すごいね。これ向き逆？え、逆の機種あるんじゃない？ほら、あ、そうだね、こちらね。そうだ、確かに。え、ここ、これが全部食べ放題でしょ。やばくない？ねえ、見てこの魚。さっきカレー鳴ってたもんね。そうそう。ごめんなさい、俺だけちょっとビール飲ませてもらいます。じゃあ乾杯しよう。えい、乾杯。いや、うまいわ。うん、それ俺も味噌汁飲みたい。うん、終了。はい、というわけで食べてきました。美味しかったね。はい、美味しかった。お腹いっぱい。しょうちゃんはもうデザートタイム。というわけでこれから熱海の方にまたちょっと行ってきたいと思いまーす。わっしょい、わっしょい。熱海に来ましたね。いや、着いたね。やった。おしゃれ。おしゃれだよね。いろいろ散策したいと思います。足湯入れなかった。入れなかったね。まあ仕方ない。綺麗だね。綺麗。夕日がまたね。ね、本当だよね。いい感じだわ。海岸とか行ってる綺麗かもね。ああ、うん、ほんと、うん、いいかも。いやー、すごい。ライトアップがマジで綺麗。気をつけてよ。いいね。ほんと綺麗。そしてつーちゃん。
久しぶりに熱海に来たな。本当に波の音がいいね。いいよね、癒されるわ。癒される。今年は旅行ってか泊まれなかったけど、またね、はい、行けたらいいかな。いや本当、来年またさ、どっか泊まりで旅行行こうよ。うん、行く行くね。サラサラ。ひょうにょう。結構ね。大丈夫、疲れてない？うん、大丈夫かな。まだ大丈夫。ちょ、怖い話一つしていい？言い方が怖いわ。何？うん、教えて。ちょっと思い出しちゃった。教えて何？階段的な？階段じゃないな。うん、なんかもう本当に、心霊みたいな。怖い話が苦手な方はここでちょっと止めてもらって。だよね。そうね、うん、はい、どうぞ。あのね、熊本に田原坂っていう場所があるの、うん、すごいもうなんか地元でも有名なもう心霊スポットなのね。なんかそれ西南戦争かな、1600年代くらいになんかそこでやっぱり大量に死んだ人がいて、まあ公園みたいなのがあるんだけど、そこにやっぱ夜な夜な行くと落ち武者みたいな幽霊が出るっていうすごい噂があるところがあるの。で、まあ友達の話なんだけど、その友達が通学路で使ってたのね、そこの。この谷、カーブで。田原坂のその公園がある道を使ってたの。で、その友達が二人でね、まあそれぞれ原付に乗って家に帰ってたのかな。そしたらなんか前にその友達の友達が走ってたんだって。二人で、まあ、前と後ろで並んで走ってたら、なんかその前を走ってた友達が、急にスピードを上げて、うわーって行ったんだって。で、どうしたんだろうと思ってその友達が。まあ普通に追いかけてって、そしたら、コンビニで、なんかその友達がうずくまってたらしくて、そしたらね、まあどうしたんだよって言ったその友達が聞くじゃん。そしたら、まあフルフェイスのヘルメットをしてたんだけど、その走ってたら、そのフルフェイスに、急にバッて、女の人みたいな。え？どうやって？なんか、顔が、目の前に急に来たんだって。で、なんかもう後ろにも乗ってるみたいな。それで怖くなって、わーって言って、もう怖くて、そのコンビニの前でうつくまった。で、そのちょうど、その通ってたところが、その田原坂っていう、心霊の、すごい有名なところらしくて。怖いよね。以上です。ちょっと、歴史が好きだから、一回まあ、会ってはみたいかなと思う。落ち武者さんだよ。当たりたい？その時のなんかマジでちょっとあのどういう経験だったのかとかちょっとお話を聞きたい。そうなの。ちゃんと頭に矢が刺さってんのか。そういうイメージあるけどね。そういうイメージだよ。もうコントのイメージだよ。そうだよね。そうそう。まもなく左方向。